皆さんこんにちは。今回はですね、以前スマートフォンホルダーで、暗記をいただいたデザートウエストさんからまた改めてですねレビューの暗記動画をいただきました。ありがとうございます。で今回の、いただいたレビューの商品なんですけれども、前回スマートフォンホルダーさ、つけた時に充電できないって話をしたじゃん、そしたらなんと、今回の商品はワイヤレス充電ができる。すごいね。そう、商品をまた作られたということで、今回ですね、僕らがちょっと使ってみて、ちょっとまた辛口のレビューをしたいと思います。あ、なるほど。で、ちょっとね、開けてみます。おお。おお、形は一緒だね。そうね、前ここの部分がね、でしたけど、この下にまたこのなんかちょっとロボットみたいな、なんかおしゃれ。おう、そう、あ、結構スリムじゃない？あ、スリムだね。ね、これ僕の iPhone13mini なんですけど、大きさ的にこんな感じ。ちっちゃいよね。ちっちゃいね。横幅もこんな感じ。携帯の横幅よりちょっと大きいぐらいだ。あ、結構コンパクトだね。こんなで充電できるのかな。ね。これとあと付属品でこれだね、エアコンのダクトにつける。あ、こんな感じでつくんだと思う。あ、なるほど。しかもさ、前俺がつけてたスマートフォンホルダーさ、ここが割れちゃったって言ったの覚えてる。あ、すごい、なんかステンレスだかなんか金属みたいなやつになってる。じゃあ割れにくいってことじゃない？すごい。あ、しかもこのゴムになってるから、なんか傷つきにくそうだね、エアコンのあの吹き出し口とか。すごい工夫されてんだ。すごいね。これで、あとは何が入ってるかっていうと、これだね、USB-C の充電だね、充電コード。からこれを挿して充電ができるみたいな感じだね。あとは、あ、これだ、スマホとか磁気が弱い場合ケースにつけてできる磁気のなんか磁気シートかな。前回は2枚入ってたけど今回1枚だね。黒のちょっとプラスチックみたいな感じ。じゃあ、どの携帯ケースでもそれつけちゃえば大丈夫ってことか。一応つけられるんだよね。あとはその充電ができるのかどうかだけど、だからこれつけるときに使うこのアルコールシート、前回はね、箱の中にバラバラで入ってたけど、こんな感じで今回丁寧にジップロックみたいに入ってるね。で、あとは、あ、そのリングをつけるときのアジャスターだね、これ前回も入ってたね。あとは、あ、取扱説明書が入ってる今回。日本語？英語と日本語。ほら、日本語こんな感じで。あ、本当だ。メータルリングっていうんだね、さっきのリング。あ、これあるからなんか今度付け方とか分かりやすそうだね。こんな感じかな。同封品はこんな感じです。はい、はい、じゃあ早速取り付けていきたいと思うんですけど、こんな感じで2つ取り付けるための部品を出しました、で、これ本体なんだけど、これね、保護シート剥がしちゃいます、ビリビリ。で、あ、ここ表はサラサラしてるね。で、あ、ここなんか光りそうだね、ライトがついてる。あ、両方、で、USB-C のソケットを差し込む場所と、後ろ、これをこう外すと、ここの丸いボールが入れて接続ができる感じ。で、これで締めるんだね。あと、こう、穴がずらーっと開いてるんですけど、これあれですね、熱を逃がすところだね。熱がこう放出されないと熱くなっちゃうから。あ、すごいね。多分そう、これが熱逃がすとこだと思います、あとここになんか何ワット出力だよとかが書いてあるんですけど、もう詳しいのは概要欄から見てみてください、で、
これをくっつけるんですけど、これがさっきのね、こう鉄というかアルミなのかな、うん、丈夫なやつで、これがね、このここの周りの回すとこんな感じで伸びたり縮んだり、あー、ほんとほんと、そうするみたい。ほうほう、これで、まあ、締め付けて安定させるっていう感じみたいですね。うーん、じゃあこれをちょっとドッキングしていきます。はい、じゃあこれ早速このリングを取って、さあこの丸いのをドッキングさせるんですけど、この時にこれ多分ここに入れといた方がいいですね。手で押さえながら入れないと、うん、この後このリング外から入れられないので、うん、この状態でここをこんな感じで締めます。そうするともう結構ガチガチに、あ、本当だ、そう、硬くなる。でこの状態でじゃあここに取り付けるんですけど、もうこれをね思いっきり伸ばした状態にして、ここの奥にこう引っ掛けると、はあはあ、そしたらこれで引っ張っても取れないので、はあ、ここの周りにぐるぐるぐるって回していくと、おそう、なんかね多分硬いとこまでいくとカチャってなる、はあ、本当だね。そうするとこれをねこうちょっと自分のいい位置に合わせると、はあ、あ、なるほど、そう、あ、こんな感じ。横にしたり、なんかちょっと向きを変えられる。そうそうそう、上にしたり下にしたり、この輪っかを緩めてこんな感じで自由に、あ、いいね、できるね。で、まああんまきつく締めなくてもこんな感じかな。うん。うん、はい。で、今日実はこう気づいた方いると思うんですけど、僕らいつもの車じゃないんですよ。ちょっとこれレンタカーなんですけど、なんでかっていうと、実はこの端子はですね USB-C と USB-C なんです、うん、実はうちのハイエース、うん、USB-C のソケットがないんです。ダメじゃんって話なんですけど、うん、まあそれは別にシガーソケットを買えばいいだけの話で、あ、なんだ、何の問題もないんだけど、うん、ただまあこれね、うん、最新の車庫に USB-C のソケットが付いてるんですよ。ここすごいね。すごいよね。すごい。でこれをここに挿してこんな感じで。うん、でまあ余計なコードを入れちゃって、うん、この下に、うん、挿すわけですよ。うんうん、じゃあこれで携帯を置くと充電ができるはず。おお、できたね。できたじゃん。充電されてるね。うん。今 39% か。で、なんか、これが高速充電ができるらしいの。高速充電？うん。1時間で 80% まで回復しますみたいな。へえ。ただ、俺の場合、このケースをつけちゃってるから、うん、じゃあ、何%充電できるのかなっていうのが、うん、できれば日常使いで、見た方がいいと思うので、うん、今の時間が9時35分、うん、で、40% なので、うん、ここから1時間ちょっと走ってみて、うん、何%充電できるかを実験したいと思います、うん、はい、じゃあ充電、今9時54分ここから1時間運転します。はい、スタート。順調、全然大丈夫、うん、さすがだね。まあこの磁石の強さはね、前回の動画でも実証してるからね、うん、あとは充電スピードだよ、うん、なんかね普通のマグセーフ充電っていうワイヤレス充電は、うん、iPhone って最大 7.5W までしかなんか充電スピードが出ないんだって。うん、それがこれはなんかあの QI っていうコイルを使ってて、うん、それでなんか 15W まで最大いけるらしいから、もう倍のスピードで充電できるっていうのが結構グリーン、うん、ガタガタしてるけど道は
なんで片言なの。こちらはガタガタしておりません。リングもおーい、あ、全然大丈夫やね。お、特に磁石が落ちるとかそういうこともなく、あ、磁石が落ちないんだ。携帯が落ちない。すごい、やっぱデザートウエスさんの磁石はすごいね。すごいね、安定感がさ、うん、やっぱりあるよね。ね、それでは今の時間が10時25分、うん、あの駐車場ね、出発したのが9時54分だったから、うん、まあ、ちょうど30分ぐらい経ったので、うん、今の充電状況を見てみましょう。はーい、じゃんじゃん、 59%。 おー、ってことは 19-20% ぐらい、30分走行して、そうされた感じ。お、すごいね。ね。まあ、でもなんか思ったよりじゃない？もうちょっと充電されてるかと思った、うん。あ、そう？あれかな、ケースしてるからかな。こっから30分ちょっとケースなしでやってみようか。うん。ちょっとじゃあケース外してみまーす。じゃあ、ケースを外しましたので、これでこっから30分。うん。何パーセント充電されるか。今10時26分だね。今 59% でーす。はい。では、今11時2分。うん。外気温が24度ですね。じゃあ、あれから30分、ちょっと経っちゃったけど。うん。何パーセントになってるでしょうか。じゃん。お、80%。おー。ってことはさっき 59% だったんだよね。うん。じゃあ でも同じぐらいか。うん。20% ぐらい。30分で 20%。うん。だから1時間で 40%。そうだね。充電できた。そうだね。充電としては十分だよね。1時間で 40% 充電できれば、使えるもんね、うん、普通にね。うん。携帯にケースつけてもつけなくても。一緒だ。一緒だね。変わんないんだね。うん。あれ、じゃあ、ケース使って。できるね。うん。じゃあ今回デザートウエストさんのワイヤレス充電付きスマートフォンホルダーつけてみたんですけど、うん、そうね、メリットとしては3つぐらいあったかな。うん、1点が、まあ、ケースつけてても充電速度が変わらない。うん、これは良かったね。ケースつけてる人多いもんね。多いと思う、ね、で1時間で 40% ぐらいだから、まあ、普通に使えるぐらいまで充電はちゃんとされると、うん、で2点目は、うん、まあ、やっぱりこの磁石の強さ、うん、これ安定感がすごかったよね。安定感すごい ね、 ね、もうここエアコンの、ね、吹き出し口も昔だとこう全体が塞がれちゃうことあったけど、うん、このね、ちゃんとこの部分だけだからね、せがれる部分も少なくて、これから暖かい風が出てきてもね、うん、使えるし、でなんか熱をちゃんとこう逃がしてくれる機構があるからね、うんうんうん、それも良かったよね。そうだね。それ3つ目かな、うん、熱くなりにくい、うんうん、このね、本体もこのここから熱が逃げるから熱くなりにくいし、うん、今終わった時携帯触っても携帯もね、全然そんな熱くいことなかったもんね、うん、この3点は結構大きかったかな。じゃあ使ってみてデメリットなんだけど、うん、1点はやっぱこの USB-C かな。これ自体はこの本体に付
けるのでいいんですけど、このね、やっぱ車に合うソケットを用意したりとか、最新型の車乗ってればね、こういうのがついてるかもしれないんですけど、あ、そう、これがない車に関してはうちのハイエースとかね、うん、はそれ用のソケットを買って、まあ、つける、うん、まあ、つければ問題ないんだけどね、つければどの車でも充電可能になる、うん、そうそう、シガーソケットは車に大体ついてるはずだから、うん、そこにつけてそのソケットを、うん、でそこに USB-C つなげれば、うん、充電がこんな感じでできるはず。で2点目は、まあ、対応する携帯によって使える使えないがあるっていうところかな、ね、これもしさ、うん、あの携帯がマグネットに対応してない携帯とかの場合、うん、さっきの、うん、この付属のマグネットを、うん、携帯ケースとかにつけて装着をする、そう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 、ここにつけてね、ここにね、でその時って、うん、素朴な疑問、これはこの携帯の内側につけてもここつくのかな、内側につけてもねつくんだけど、うん、結構ねこれが弱くなっちゃうんだよね、あ、じゃあもうこの外側につけて、そうそうそう、つけないとマグネット的には弱くなっちゃうと、うん、そうそう、じゃあこういう運転用にケース1個だけ貼っといて、まあでも付け替えればいいだけだからね、うん、運転の必要な時だけね、うんうん、あとはその対応する携帯の機種とかによってはこの充電自体がちょっとできないよっていう機種もあるので、その辺は概要欄のリンクを見ていただいて、自分の機種が合うかどうかは確認してから買われた方がいいと思います。はい、じゃあ1日ちょっと使ってみてどうだった？実際そうだね、結構やっぱ安定感もあったし、充電速度もそんなに悪くなかったから、うん、なんか実用性は高いかなって感じたかな。今回はねナビとか使ってないけど、ナビ使う時とかも多分前と一緒で、まあ、こんな感じで多分やっても充電されるんじゃないかな、うん、横でも充電されてる、されてる、うん、あ、されてるね、で横でも使えるし、うん、ナビとか使う人、そういう人でも使いやすいから結構おすすめだなと思う。うん、私も全然忖度とかなしに、うん、うん、すごいいいと思うね、まあ、これからハイエースにつけた時にうちらはね、前ちょっと気に入ってつけてたのがあったけど、どうしようかね2つ使う2つつけちゃうかなそうだね、うん、ということで今回デザートウエストさんのマグセーフ対応ワイヤレス充電機能付きのスマートフォンホルダーのレビューでした。ご視聴ありがとうございました。